ウラジーミル・アレクセイエビッチ・ギリアロフスキーは、ロシアのルポルタージュ作家。通称ギリアイ。ボログダ県のウルスフィエフ伯爵の領地に生まれる。父は、領地の森林監督助手。母は、森林監督の娘。肉体労働を経験した後、陸軍不評部隊に、入隊、幼年学校へ送られるが、規律違反により奉公。船引きやに役人婦。 サーカス団員など様々な仕事を経験しつつ、放浪生活を送る。モスクワの劇場で、俳優兼演出助手として働いたことがきっかけで、ジャーナリズムの道に入る。工場妊婦の記録、死すべき人々の走行をグレープウスペンスキーに高く評価され、その記事は、月刊誌、ロシア放置で、署名記事となる。それ以降、ロシア放置、ロシアの声など各紙で活動。 作家のアントン・チェーホフやワレリー・ブリューソフと交流する。ニコライ2世大幹式記念祝典での事故、セルビアのミラン号暗殺未遂事件、ゴーゴリ没後50周年記事、チェーホフ追悼記事などを発表する。10月革命の後には、イズベスチア、文学新聞、勇敢モスクワなどソ連の新聞でも執筆を行った。 知識人から仮想階級の人々に至るまで多様な人々と交流があり、独特の生活感あふれる作品を書いた。貧民屈について書いた記事を集め、初の単行本、貧民屈の人々として出版するが、検閲により、噴書となる。その借金返済のために、競馬ジャーナルを発刊したこともあった。ありがとうございます。